戦で負けてしまってもありますので、よろしくお願いいたします。はい、ではそれでは、準備の方できたと思いますので、スタートボタンの方を押して始めてください。本日ちょっと雨風強い中ありがとうございます。帰り気をつけてください。マジね、ヘブンさんとか本当こんだけやばい風雨の中来てくれたんで頑張ってください。ビリア vs アクソヘブンオーヘルデュオーワン、レッツロック。はい、行きましょう。エヴァンの まず影響対0回戦1個目ですね。ワンティ側に、夢際ミリア、ツーティ側エタロアクセル。大会でミリア見るのが結構久しぶりな気がするんですが、それから立ち合いすら足払いが届かない。ジャンペースからダストガード。そう、このダストがね、一回前転くる、前転っていうか後転くるって回るんでね、結構見切りづらいと思いますが、立ち合いすらロマンキャンセルから立ち系で SD テーラ S アイスラー、そしてタンデムトップを重ねて低空ダッシュ着地からの 6K 中断。まずは1本目、夢際ミリア。サイレントボスから弁天狩り、ジャンベス、足払いガードから 6K、2SID、アクセルボンバー、痛くね。さあ、ここは極左でアイアンセイバーを潰していく、6ハイスラー連打。ジャンベスからダストは金バストで避けてる。タンデムトップから裏回って、ダストは当たらない。弁天狩り走って投げて 6K2S。 さあ最終ラウンド、とビートで勝ったのはジメさんの方。はい、決まり方は負けと負け、すみません、三決一となんです、ね。新兄弟はどちらが勝ちますか。さあ、じゃあですね、 B 兄弟進めていきます。そちら、はい、A 兄弟勝ったのはエタロさんです。夢際さんは三決トーナメント行きになります。美しい女の髪ってのはぶっちゃけ俺の好みだ。今全部覆ったけどね。はい、まず影響対呼び出します。大阪 B ファウスト対するは投げファウスト、同キャラ戦です。で、 B 兄弟、じゃあすみません、人連さん連戦でお願いします。人連アクセル対するはジョニオポチョムキンです。で、そのお隣 C 兄弟、こちらも連戦です。七夕さん連戦でお願いいたします。信彦さんの回答お願いいたします。 B です。はい、信彦さんと七夕さん、はい、別に狙ったわけでもないんですが、今日同キャラさんめっちゃ多いんですよ。さあ、影響体いきましょう。 1P 側投げファースト、 2P 側大阪 B ファースト。モニターの故郷なき、マジでマジで早すぎる。メンタギリ、そして大阪式
しかし隕石がフォローしてるが投げてるのは投げハウスドリルが当たって愛を重ねてガードから画面端に2敗すらカンカー装填ガードイエローロマンから降りてきてドリルガードバックスにかかるタッチ、助けで受け身がありして体力を追いつき始めてバーストを使うホイスガード着地投げてるのは大阪ビーファーストまずは1本目第2ラウンド開幕バックス装填から足払いはさせないドーナツケータドリルでオイスを取る逃げガードから遠距離 S ブラックホールそして爆弾が出る隕石もガードお互いドリルでお互いカウンターそしてお互いダウンドリキャンドリル暴れ潰しから投げ返しているさあすでに直下でしのいだが隕石が降ってきたをパンして落としてハンマーが先にカウンターしているオイルがあって着地チビファーストがフォロー100トンハンマーから裏ドリル装填が当たらないデッドアングル返していくはい、人弁さんはまだ酸欠トーナメント行きになりますので、そのまま少々お待ちくださいさあ A 兄弟勝ったのは大阪 B ファーストごきげんようバウウィンストレイトいや、あなたの模倣は完璧でしたよ。決着も運みたいなものだった。でもあえて聞きますが、何か得がありますか？はい、まず先に B 兄弟、C 兄弟、こちら三決トーナメント行きを先にやっていきたいと思います。夢際ミリア、対するはヒマジンアクセル、B 兄弟、こちら目の前の兄弟になります。そのお隣、ナナスレイヤー、対するは投げファースト、投げ3連戦になりますので、そちら C 兄弟でなります。夢際さんとヒマジンさん、はい、こちらお二人ですね。で、投げ3とナナさん、はい、ナナスさん、あ、まだそこやってたのか。じゃあそれ、C 兄弟の試合終わりましたらそこでナナさんと投げさんになります。で、A 兄弟呼び出します。平岡海対するは井上ザートになります。ここで、はい、大丈夫です。C 兄弟どちら勝ちましたか。はい、田中さんですね。信彦さんは、三欠行きになります。井上試合だよ。はい、A 兄弟いきましょう。 1P 側は平岡会、 2P 側は、井上佐藤。Heaven or Hell Duel 1 もう6だ。 Let's rock。 カイ佐藤ですね。まずはスタンを避けながらカイサラドリル回る召喚から巻き込んでいく。画面端まで行ってドリルから直合してガード固める 6P 地上カウンター、スタンディッパーまで6回すら投げていく。チャージイエローから着地ゲラン、スタンディッパーまで画面端ガードを固める。
飛んで中央に逃げるが 2S に対して 3S に、さあ召喚から2ハイスラー伸びる、ジャンプハイスラーどうなる、下段ダムドを飛ぶ、さあこれはイエローローマで時間がずらされる、あ後ろから来た影玉、いいかドランカーで跳ね返す、スタンでハイスタンをハイスラードリルで消して体力逆転、はい、では B 巨体運営席前の巨体呼び出します。ヘブンさんのベナム対するは寿司さんのソル、はい寿司さんでヘブンさん、はい、こちら目の前の巨体でお願いいたします。スプリットシエルからの、セクリティロマンキャンつながっている、スカッシュ投げジャンプのスカッシュ投げ、ドリカツ平岡会最初ラウンド、さあ回るから着地下段、そして横を出すと PS2 杯すら PS 立ち合いすらドリルでダウンを奪ってバースト使う、下四つ身から3エッジに対してテイクダッシュジャンペス、画面端ジャンプ K からの着地中段、地球で勝ったなアリオンサーブですね、さあイエローロマン使ってベイパースラストが漏れる、伸びるコパン暴れ、チャージから青バーストで跳ね返す、さあなかなか捕まらないが残りドット伸びる、駆け溜り召喚、勝ったのは井上佐藤、どうでもいいです、ザトウィン、イルリアの王といえば世界の代表のようなものだ、手合わせいただき光栄です、どうでもいいです、はい、まず、オフ C 巨体呼び出します、夢際さんのミリアと投げさんのファウスト、そちら奥 C 筐体になります、はい、で A 筐体、こちら A 筐体呼び出します、 FAB ポチョムキに対するはコンソメポチョムキ、次多分呼び出されるのが、平岡海人連アクセルとだと思いますので、その2人ちょっと後でしないでお待ちしてください。あ、じゃあちょっとこの試合実況してください。はい、寿司さんはまだ三決トーナメントがありますので少々お待ちください。じゃあ、B 問題平岡海順連アクセルいってください。はい、投げてあれちょっとしばらくはないかな、じゃあ実況よろしく。さて、1P 側コンソメポチョムキン、 2P 側 FAB ポチョムキン、あ、吉田さんの色がイエローロマン、これはハンマーをイエローロマンせずに出す、バックステポチマス、ジャンペス、ジャンペス TP2 回 TS 返して着地ブリッツ取ってるが、投げているのはコンソメポジョムキン、どうですかね、カード名がゴンさんになってるんですが髪伸びたりしませんかね。ジャンペスピー直下からタッチハイスラー、タッチハイスラーの差し返し、
ジャンプ TK からタッチハイスラーでハンマーフォールを潰す。ジャンプハイスラー、下段ガード、スライドヘッド、さあタッチパン2回刻んでからの小島キンバスター、そして 2K ハンプレ小島キンバスター、ロマンキャンセルから6ハイスラーガイガンまで、ジャンプキー下段ダストを吸う。ブリッツは様子見してた。足払い差し返してジャンパイスラー、イエローロマン、そしてトンダもヒートで捕まえて体力逆転、そしてリバースボジマス、ジャンパイスラーバックステップボジマスを飛んでかわして ES 足払い、ジャンプキーデッドアングルガード、逃げが届かない、長いようで短い、残りドットコンソメポジマキンどうするか、スライドヘッドダウンバーストで回避、ロッピーが当たらない、そしてオーパン3回刻んでポジマキンマスター、勝ったのは FAB ポジマキン。コンソメさん三決意気になります。了解だ、次の任務だ、チャンピオンウィン。終盤だよ、外見を真似て私を語るとは平岡海勝ち、三流の贋作もいいところだ、人連さんはこの試合で終了となりまして、そのまま B 番内の方です、石さんとコンソメさん、そちらのソルとアクセルの台でお願いします。で次の試合が、タカさんのスレイヤーとサミットさんのチップかな、 A 番内お願いします。で次多分あ、ファンソンもやったんだね、はい、じゃあ C 番内ちょっとあれです、はい、サミットさんとタカさんってどこにいんだ、あ、はい、あ、そっか、九州勢だと名前違うんですね、もともとタカさんレビューアルさんなんですね。さあ行きましょう、ワンピーは向こうっす、さあ行きましょう、 A 問題、サミットチップ対12段、タカスレイヤー12、今小川先生13段らしいですけど、今日押田さんを倒して12段に上がることに成功しました。スレイヤー、ちょっと私チップ舐めてましたがすごいキャラだなと思いました、頑張ってください。Heaven or Hell。さあスレイヤー対チップ、ただやっぱこの組み合わせは一発がでかいのでチップ側も気をつけていかないといけない、さあ消えてしまいますが、この組み合わせお互いステップで消えていくところに迷彩で消えるので、どこに誰が何がいるかわからない、みんなでヤムチャになれる、あーっとこれがスレイヤーだ、スレイヤーでチップはこれがある、かっこいいよ、それさあ一本選手はアータースレイヤー、大体日本選手のこの組み合わせは非常にチップそうですね、きついっす、エース立ち合いからジャンディ遅処理券がいい感じに重なってめくり連続ヒットしてから表無敵球決前ピッチ返していく、今回レバー勝ちではなくてボタン連打なので、ここら辺もちょっとめんどくさいと思いますね、今回あーびよってしまう、できるのかジャンディ KD あーびよって引き伸びた、キーエスエス、これがスレイヤーとイチップだ、勝ったな、長スレイヤーどう構わん、ちなみに野次郎内で高さんは僕と踊りされてたような気がするんですけど、やはり大会は分かりません、愚直に特化させた当社には、サミットさんは3決トーナメント来ております、よろしくお願いします。打速だな、もう弱点で、サミットさんそのまま信彦さんの回と C 番内で試合となります、よろしくお願いいたします。今回パイルの吹っ飛びモーションがねスネキャラ用意されてるっぽいんですよね、サミットさんと信彦さん手を挙げてください、あ、いますね、オーバー、スレイヤーチップはやっぱいいですね、チップ使いは良くないかもしれませんが、こういい具合にこう噛み合ったいい試合だったと思います、はい、行きましょう、2回戦の方入っていきます、エタローさんのアクセルと違う、エタローさんのアクセルとブラックベリーさんのベノムやってないよね、まだ A 番台でお願いします、
太郎さんとブラックベリーさん手を挙げてください。あ、それでいますね。じゃあじゃんけんをしてください。よし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 。ブラックベリーさんは山形とかそこらそっちの方のプレイヤーですね多分ね。え、あ、そうなの、一緒なの。あ、そうなんだ。さあ、この今日はなんかこの大雨の中、まあ、ちょっと台風といっても問題ない、まあ、雨はないぐらい強いという情報を聞きました。ただ、帝の中では何も分かりません。帝は頑丈なんだよね。お、ビバナイいける。ビバナイ投げファースト対平岡がいい。ビバナイお願いします。じゃあいきましょう。ブラックベリーの対戦はプロアクセル。ちなみにこの試合勝ちますと連戦となります。よろしくお願いします。さあ、レモンとヤクセル、さあ、稼働神器は対策がやばい、連戦やばいっていうことでアクセルめちゃめちゃ強いんじゃないかというねお話があったらしいんですけども、最近ではなんか落ちてるんじゃないのみたいな、誰が言ってるか分かりませんがそんなショートさんのワナらしい。いやけどアクセル使いの人みんなそういう風に言ってるんですよ。あ、アクセル使いしか言ってないかもしれない、わからない。ツイッターの情報はねなかなか難しい。匿名掲示板と違いますから。どこ、あ、そしたら上に書いてあげればいい、信用してあげればいい。さあ、アクセルボンバー、まあ、けどやっぱちょっと難しいのかなとは思います。対してベノムは難しいですよね。やっぱこのキャラに関してはちょっと全然自分の知識ありません。あ、弾打ってはちょっとガードモーション持ってなければいけないのか。はい、あと、ラショ、お互い体力どうぞ。2敗すらこの遠距離戦どちらが制すか。あーと弾が出て当たっているのはアクセル一本選手。ブラックベリーベノム今回本当アサシン組のモデリングというかこうかっこいいですよね。エースです。弾を残しつつ3つ目ジャンプに今回上に弾いて上に跳ね返る、跳ねさせることができるのです。すごいですね。声がそう、ダッシュネース、ジャンプヘッド、ラク中、ダッシュ、前みたいな金ですから、差したいから、打ってきて、さあ、C 番内、勝っているのは、サンゴさん、ダッシュ、打ち上げて、ジャンプ、超難しい、らしい、2回目、さあ、C ですから、画面端、弁当を飛んで回避して、画面端、さあ、ガンガン攻める、ジャンケルめくり。めくりっていうか今回のスマホみたいに奥に行くんですよね。背面からのめくりっていうのはなかなかない気がします。画面端勝ったのは、ブラックベリーベノム。じゃあね、そのまま連戦いきましょう。 A 番内の方では、ブラックベリーさんのベノムと大阪 B さんのファースト A 番内でお願いいたします。そしてサミットさんのチップと今負けてしまったエタロウさんのアクセル C 番内で試合の方お願いいたします。あ、エタロウさんとサミットさんお願いします。じゃあちょっと実況を頼んでいいかい。ゲームオーバー。 Guilty Gear。さあ、今日第いきましょう。これで、負けましても今度は敗北敗者、はい、復活戦の方に行きますのでよろしくお願いいたします。さて、装填からゴーイングマイウェイへ降りた。ロマキャン使わないで降りた。
飛んでってその場に着地、足払いの手姿で玉を避けてはいるが上から来たでござる。ローマキャンから KPKKP、 ハイサラ届かない、飛んで着地金 S、 ジャンプハイサラが届かないが残りドットのベノム 6P6 回ガード押さえつけていく、ストラグルガードイエローローマンからブリッジ取っている、遠距離 S、 シングル戦なんで今日ごめんなさい、3月があって、対戦しまうです、ごめんなさい、お待ち間違えました、完全下回るのよろしく、3月も3月は別にやります。じゃあすいません、たびたび連戦になりますが、サミットさんと、コンソメさん B 筐体でお願いします。キンバーストは当たらない、ファイルグリードはおさがみファースト、レッドヘイルをばらまく、直画でしのいでブリッツ当たらず、さて爆弾ガード、あ燃えてるよ、ブリッツ取っている、とここは空港ミス、ジャンペース、勝ったのは大阪ビーファースト。ごきげんよう、ブラックベリーさんまだありますのでそのまま待機でお願いいたします。私実は眼科もいけます。はい、では影響体呼び出します。井上里、対するはジョニオポジョムギンです。ギルティギアエグザイル、Who dares to enter the main? Ojomu Jomu. Sato 1. あの、そろそろ名前変えていただきたいんですが。Champion. Get ready to rock. Heaven or Hell. Duel 1. Let's rock. あちら、C 筐体の方、大会台から野地台に変わりました。野地台される方どうぞご利用ください。 A 筐体 1P 側井上座と 2P 側ジョニオポジョムキン、直画でしのいでいく、 S ハイガードジャッケからダッシュダムド、ドリル重ねて跳ね返していく、突っ込んでいくが着地投げているのはザド、影だまりがあるせいで前に行けない、回る召喚からガードをしのいでいくが前に出る、さあ逃げ足払い捕まえた、ジャンペス 6D を潰している、アモルファスガード発射したらヒートがジャンプによって潰される、バースを空中投げ、前へメガロマキャン、ジャンプ系一発達成したらバックステガリー、体力逆転、さあここで召喚ダムド、ジャンプベースハイスラー、影だまりによるドリルスペシャル、あ違う影だまりじゃねえの、いや実際に影だまりっぽいのあったのさ、そうだよね、影だまりからドリスペ出たのダメだわ、これで。B 兄弟勝ったのはサミットさん、どこやろうかな、じゃあとりあえず三決トーナメントではなくなったので、全部敗北になっているので先にこっちの上のリーグだけ、上のリーグじゃねえや、上のトーナメントだけ
おっと、呼び出してる間に勝ったのは井上ザート。すべてが色あせている。ザート wins Drake。 忠義を原動力とする君の生き様は特に羨ましい。その力が私を圧倒してくれる方が望ましいのだ。じゃあジョニー連戦、B 筐体で、じゃあこっちの下のリーグじゃねえ、トーナメントやってきます。ブラックベリーさんのベノムとジョニオのポジョムケン、こちらの、B 筐体でお願いいたします。で A 筐体呼び出します。ヘブンさんのベノムと FAB さんのポジョムケン、 A 筐体です。Guilty Gear Next. Who dares to enter the mayhem?ジョンジョン、ベナム、はい、行きましょう。ワンピガは FAB ボジョムキン、スーピガはヘブンベナム。Heaven or Hell Duel。 お互い色似てるな。コパン足払い、足払い暴れをジャンペスでかわして、直が禁止でねえや。ジャンペスが当たる。ジャンペスだからダーストガード、ジャンペスだ、ジャンペで当たらない。ニエス差し返して、インエス6ハイスラー、一旦遠距離戦になる。飛んできたバソ、2個弾いて、さてスティンガエム、前目がローマンキャンセル、ガンガン前に出る、体力リーダーポジョムキン、ジャンハイス跳ね返している、バックスかわして投げれない、攻守が入れ替わると思ったらすれ違う。外眼割り込み、 PKSS ハイジャンプディ、そしてハイサラカーガス、噛み合わないが前目がロマンキャンセル、キースニエス足払い、体力ほぼいる、相打ち、ガードを固める、跳ね返す、ジャンプハイサラー、一本目 FAB ポジション、ジャンプ系 S でハイが届かない、 ES から相打ち、しかし痛い、あクレバーガチ早い、前目がさあ画面端を追い詰めていく、これは飛んだところヒートで捕まえてエクセントまで6ピンタイク、裏下段ガード、カーガスライド、ロカイスラゼロスト投げだったが飛んでこしている、ポジョムキンバスター勝ったの FB ポジョムキン。作戦に支障はない、了解だ。ヘブンさんまだありますのでね、お待ちください。それではその次ですね、お待たせいたしました。もうどっちも座ってる、早い、ありがとうございます。1P 側は七夕ファウスト、 2P 側はタカスレイヤー。はい、それでは B 筐体呼び出します。平岡さんの回、対するサミットさんのチップになります。さて A 筐体 1P 側タンバタファースト、 2P 側タガスレイヤー、ガードを固める、ハンマーが口ヒット、ロカイスラ、ロカイスラ前に出るが助けで抑える、アイが当たってドリルスカシメッター、バスをジャンプ K、 しかし下にアイがある、 KS ハイからガードして爆弾を回避する、レイン S、 まだドット、ドリル固めていく、ドリルスカシメッター、無理ですまずは1本目タナバタファースト、アンプレレイト、ロッピーガード、
さあ爆弾をかわして、ニハイスラはドリルで潰す。ニハイスラ6回届かず、ジャンプ D からさあで遠距離スロマンキャンセルです。しかしチビファーストがいたため繋がらない。ジャンプ台がある、ジャンプ系で抑える。画面端固まるがデッドアングルで回避、前捨て投げを飛んでかわして 6P カウンター、マッパ届かず。 6P ガード、アンプレレイトガード、 6P ガード追いかける、裏に行く、前捨て吸血、2回目は飛ぶ。さあ5番が相殺してバースト、アンプレデッドアングル、ドリキャンドリル、ドリルジャンプリー表、そして残りドット、運動が落ちてきた。勝ったのはターナバタバースト。ごきげんよう。タカさんまだありますので少々お待ちください。吸血鬼といっても生物学的には人間と大差ないですからね。絡めてなんて、はい、では影響体ガストメント進めます。大阪さんのファウスト、対するは井上さんのザトウです。Guilty Gear. Who dares to enter the main? Faust Zato 1. Faust versus Zato. Get ready to. はい、では B 筐体で呼び出します。ヘブンサンドベノムとタカさんのスレイヤー、 B 筐体になります。1P 側は大阪ビファーズ、 2P 側は井上座と、ジャンプ系から5番足払い、ドリルから3回中段カードがダスト、堂々と来た。ドリルから 6K ダストガード、超物投げ、一旦離れるザト、前に出るが爆弾が出ている。お互いかわして小パンに差し払い、軽い下段、さあダウンバーストで回避して、オイルのせいで下が滑る。デッドアングル返していくよ、ゲーからコンパン、エンゲス固めていくが、ジャンプペース一発、アイで分体は消してがいるが、チビパウストが当たっている。もう一回投げる、空中投げ、立ちハイスラ、まずは1本目井上座と強打しのいでいく、ドリル6ピンと相打ち、回し込んでいく、投げれないが画面端、ブラックホール、ドリルからドリル、デッドアングル返していく、足場で勝った、伸びるから伸びる、ジャンプ D が届かない、投げてるのはファースト、立ちアイスラ6ハイスラカウンターからゴーイングまでつないで中段ガード、6ハイスラカード、画面端ジャンプ K で追い返す、伸びる、ドリルが曲げる、伸びるじゃない、回るだった、着地下段、ダンバストさあ回る召喚から毒ついてる。さあお互い離れて、まず毒は時間経過で止まる、5番からあ影だまりか、勝ったのは井上ザート。戦いでは心が震えないか。ザート win straight。
君は私を倒すべきだ。私が勝つということは、はい、営業隊呼び出します。 FAB さんのポチョムキンと七夕さんのファウストになります。ゲームオーバー。 Guilty Gear Exile。 Who dares to enter the mayhemワンピー側、タナバタはファースト、ツーピー側、FAB ポチョムキン。ファウスト。ファウスト。versus チャンピオン。Heaven or Hell Duel 1。Let's rock! はい、FAB さん、連戦でお願いします。デンジャーバッ、あ、デンジャータイムってあれみんな止まってるけど爆弾も爆発するんだ。足払い、コパンで拾えない 6K から、ここはコパンでタッチパンで暴れてジャンピング抑える。タッチパン足払いが前目が噛み合わない。ボイスに対して前目がジャンプリーで降りてきて ES PK 空中投げ捕まえていく。こちらも投げてジャンプして下段ガード、前目がジャンプ台がある、つながっている、ドリルからハンマーを絡めてドリル突かしめた。中段が出てきた、そしてつながっているバスト、イエローロマンデッドアングルで返してガイガン先っている。体力はほぼお互いドド、爆発を跳ね返してゆっくりよそ見ている。前に出るが100トンつながってる。まずは1本目、七夕バースト。デンジャータイム、これさっき見た。そして実際にチビファウストがいた。さて、この時間、ジャンプハイスラー、ロックハイスラーつながってる、痛すぎる。PK、さあ、ガードを固める、足払い、隕石をガード。PK、ドリルガード。さあ毒人が出ているがスライドヘッドでこかしてピーピー、これはヒート、とんだも捕まえる。前目が毒瓶をかわしていない。ブリッジ取っている、バスト6回すらフォールド張ってる。さあ固めつく、6回すらでガンガン固めていくが、ロマキャンからバースト読んだが取りこぼす。さあ離れてチビファウストが下にいる、この状況跳ね返してスライドヘッドでこかして投げている。勝ったのはタナブタファースト。ごきげんよう。バウウィンストレイト。解決に見えて実際は枷によって凝縮された姿なのですね。それが解かれる前に決着がついてよかった。はい、それではですね、先に、敗者復活、の方決めたいと思います。サミットさんのチップとヘブンさんのベノム、影響体でお願いします。 Guilty Gear Exile。 Who dares to enter the main Chip Zan。 さあこれで勝った方が、勝ちトーナメント勝ち上がりの、人と最後決勝戦やっていただきます。 1P 側サミットチップ、 2P 側ヘ
ヘベンベノム。まずはお互い様子見から金エスでガンガン固めていく。ジャンプディアルファブレード追加、追加でいいよね、合ってるかな。何分チップを見るのが相当久しぶりなもので、イエローロマン、天イエローロマンか、投げている。ジャンペース、そうだ、浮くか、これな。さあ、迷彩、マジ見えない。さあ、ニースで、まずは迷彩解いて、ベータブレードで返す、バースト、見えない。張り付いて、クナイ2回投げて、消えて、イエローロマンから投げに行く。裏ジャンプハイスラーガード、ジャンプハイスラー表、まずは1本目サミットチップ。ジャンハイから表ジャンプハイスラーガード、ピンエースで固めていく。一旦離れてタイミングをずらしつつ、ゲランガード、ゲンローザン、バックス引っかかっている。バックダッシュジャンプハイスラー、空港持ってて、ベータまで。イエローロマン投げてる、下段バーストアルファロマン。さあ前に来て、裏ジャンパイスラーガード、体力差が結構厳しい。そして着地固まったところを投げて、そのままダウンオイズで勝ったのはサミットチップ。自分を犠牲にできるってやつは負けてもいいって言ってるのと変わらねえんだよ。敗者復活勝ち上がりはサミットソンのチップになります。では、影響対勝ちトーナメントの勝ち上がりを、やっていただこうと思います。井上さんのザトーと FAB さんのポチョムキです。ごめん間違えた、七夕さんだった、ごめんだよね、だよね、俺が見間違えてる。いや、書き間違えてはいい、消し忘れだ、ごめん。いや、大変失礼いたしました。これで勝った方が先ほど、敗者復活勝ち上がりのサミットさんと、決勝戦やっていただきます。 1P 側七夕ファースト、 2P 側井上ザト。Heaven or Hell Duel 1 Let's Rock。 さあ、ファウストザと 6K 中段からダムドア飛ぶ。 6P タイク、ジャンプアイスラが届かないが、下にチビファウストがいて、2ハイスラとドリルが打ち、ターンはザとバースト。さあ、影玉り召喚絡めて、画面足固めていくが、ロックアイスラガード、投げれない、オイスガード、バックダウンは潜ってたか、デッドアングルもガードして、まずは1本目井上ザト。コパンエンス、ジャンプ系から隕石絡まって一体バスト、お互い吸い寄せて、なんかふわふわ浮いてた。ジャンプディ受け身狩り、降りてきて待ち込んでいく。ロッケガード、しかし周りに当たってしまう。ガードを固めて、必要に画面端が逃げられない。バーストが刺さる、しかし2回目の伸びるが入らないが、2回超過からバックス回避して、残り1割歩かないか、そのファーストイエローロマンできっちりドリルをガードしている。隕石も潜って残りドット、ここは伸びるか、勝ったのは井上佐藤。全てが色あせている。佐藤 wins straight。
君は私を倒すべきだ。私が勝つということはこれが適者生存の行く末だということになる。さあ決勝戦になります。ワンピー側敗者復活勝ち上がりサミットチップ、ツーピー側カスタメント勝ち上がり井上佐藤。さあ井上の後ろにはジョニオがセコンドにつくという。Heaven or Hell Duel 1 Let's rock! チップザド、まずはドリル伸びるからジャンプディまで手裏剣投げて逆に逃げる、消えてジャンプライスラーガードバースト前に降りてきた、下段マジで見えない。終わりです終わりです、優秀だ。俺らやぶちゃしてんですね完全に。この挙動を理解してるのは多分操ってるサミットさん一人だと思うんですよ。元老山戻ってきたね。そして空港に行ってこれ喪失で殺しきる。すげえクナいっぱい投げてる。ちくわとか混ざってねえか。1本目サミットチップ。さあ裏に降りてきて立ち系バックス立ち系から下段カード飛んだところは天意から投げて裏ジャンプアイスのガード、キンバーストもガードしている。側側からジャンプ系を出す。アルファで逆に逃げて投げれない。アルファロマキャン金エスカウンターから投げに行くジャンプ系、これはデッドアングル回避してバストアルファブレード投げている。読んでたかベータで返して、さあ直打ちしのいでいくがイエローロマンから空中投げブリッジ取っている。そして投げて画面端回る当たっている。ダスト横ダストからドリスペガーフまできっちり入れて取り返しに伸びたと。最終ラウンドジャンプリー、さあバックスガリテイクダッシュジャンプアイスラー、そして三角飛びバックダッシュからのジャンプアイスラー、一気に画面端イエスからドリルは繋がらない。着地コパンで捕まえて回る当たっている。ダムと入れてさてちょっとリバーサルを怪我したか。クナイ2本投げて裏どういうことだ。あ立ち回りか裏にまであったか。あそこで元老さん元老さん飛ぶデッドアングル返して迷彩かけてジャンプアイスラー元老さん飛ぶジャンプエスからコーパンカウンターベータブレード前に出てきて下段勝ったのはサミットチップ。本日のイグザ大会優勝はサミットさんのチップになります。おめでとうございます。てめえが負けたのはそれがねえから。かなり熱い試合で見入ってしまいました。ありがとうございます。で本日の、優勝は、サミットさんのチップとなりまして、2位は井上佐藤となります。おめでとうございます。今日はね、めちゃめちゃ雨風強い中、皆さん三角まで来ていただき誠にありがとうございます。帰り皆さん本当気をつけてくださいね。まあ、つか終電の時間ぐらいにはやんでるかもしれませんね。まあなんで終電までゲームしても OK です。で配信は閉店まで行っておりますので、どうぞね A1 台でガンガンのちらの方してください。 Twitch の方でも配信しております。本日の大会お疲れ様でした。まあ、最初は8人ぐらいしかいなかったけど最終的にこんだけ集まってよかったです。ありがとうございます。お疲れ様です。Dares to enter the main event.